政権内部における派閥の一つ豊臣秀吉配下の武将のうち、豊臣政権で軍務を担った諸将を指す。武断派の武将としては、加藤清正、福島正則らが挙げられる。武断派に対し、政務を担った武将を総称して文獣派と呼ぶ。武断派の諸将はそれぞれ合戦で大きな戦功を挙げ、秀吉の天下統一に大いに貢献したが、 統一事業が進むにつれて、合戦の機会は減少し、次第に不遇を囲つようになる。代わって、豊臣政権の中枢で権勢を振るったのは、政務を担う文次派であった。特に文次派の代表格である、石田三成は、合戦の最前線で戦う機会が少なかったため、そのことに反発心を抱く武将も少なくなかった。この二敗の対立は、 秀吉の死後に顕在化し、武断派は、徳川家康への接近を図る。前田利家は二杯の朝廷に務めるが、間もなく、病死。これにより対立を止める者がいなくなり、武断派の武将七名が三成の屋敷を襲撃する、事件を起こす。この事件は、関ヶ原の戦いの永因の一つとなった。ただし、清正の武勇の章とみなすのは、没後に記された伝記や、 軍機物による影響が大きく、実際は、静ヶ岳の戦い以降、朝鮮出兵が始まる以前は、倉乳地の大官や結晶地の保全など文治派と並んで、政務を担当しており、日ごきた半分を与えられたのも政務による功績であった。清正が文治派と対立関係に入るのは、朝鮮出兵での意見対立によるところが、大きい書集の書論文を参考のこと。ありがとうございます。